リアドロコメルシアル SA、ヤドロコメロスヤル SA は、スペインバレンシア州に本社を置く、直人形の製造企業。デザインから、製作、販売までを一貫して行っている。リアドロ家の父親は農家であり、フアン、ホセ、ビセントのリアドロ三兄弟は、バレンシア北部郊外のアルマセラで生まれた。三兄弟は、それぞれ14歳の時に、 バレンシア州の州都バレンシアの美術学校に入学し、フアンとホセは絵画や陶芸を、美線とは彫刻を学んだ。1951年、三兄弟はアルマセラにある自宅の中庭に陶器用の旧式用を設置し、ランプ用の花飾りを制作した。この花飾りが人気を博したため、やがて時期用の高熱用を導入し、フランスのセーブルやドイツのマイ米ンにも似た花瓶や、 水差しを製造した。1955年にはバレンシアに販売専門の店を構え、1956年には皇室の白色化オリンジドを使用した磁気人形の製造を開始した。1958年にはアルマセラの南に隣接するタベルネスブランケースに工場を新設して拠点を移した。1968年には姉妹ブランドとして 大公開時代に使用されていたキャラックセンを由来とするブランド、ナオが創設された。ナオは比較的シンプルなデザインを採用し、本家のリアドロと比較してリーズナブルな価格を実現しているが、製造はリアドロと同じ工場、職人によって行われている。1969年にはスペイン官業省によってポーセリン街がオープンし、今日では2000人以上が、 オーセリン街で働いている。1973年にはアメリカ合衆国のワイールセラミックスグラスの50%の株式を取得した。1986年1月、筆頭株主をリアドロとして日本における合弁会社、物産リアドロ株式会社を三井物産と共同で設立。本来、スペイン語のヤドローは、 リアドロと発音されるべきだが、日本への進出時にロゴをリアドロと読み間違えられ、日本ではリアドロとして有名になってしまったため、リアドロを正式名として会社名のカタカナ登録を行った。2006年10月には社名をリアドロジャパンに変更した。1988年9月18日には、アメリカ合衆国ニューヨークの57番街にリアドロ博物館。 ギャラリーを開館した。1992年にはセビリアで開催されたセビリア万国博覧会のバレンシア州パビリオンに出品した。2006年には工場があるタベルネスブランケースにリアドロ博物館が開館した。イメージスケッチから粘土でクレーモデルを作り、石膏で型取りした後に部品ごとに分割する。部品から絵込み型を作り、 組み立ててから5000色の絵の具で着色する。釉薬を吹き付け、摂取1350度の釜で24時間かけて、焼成する。他素材の小道具などを取り付け、厳重に梱包して、店や顧客のもとに届ける。バレンシア地方産の白色化オリンジドを使用し、石英や蝶石などを混ぜた粘土液でつなぎ合わせている。その題材は、 ウィリアム・シェイクスピアの作品の登場人物、女神とユニコーンなど、神話上の人物、ドン・キホーテやシンデレラなどのファンタジーの人物、日常生活に登場する少女や老人、カエルやメーバディープインパクトなどの動物まで多岐に渡っている。ドイツのマイセンやニュンフェンブルクなどの伝統的な磁気人形に比べると、背が高くほっそりした形が特徴であり、メランコリックな雰囲気を漂わせている。 作品は、磁気人形が中心であり、食器などの実用磁気は、わずかしか製造していない。1993年には、フェリペ皇太子賞国際化部門を、1997年には、フェリペ皇太子賞競争力部門を、2002年には、フェリペ皇太子賞リーディングブランド経営部門を、受賞した。リアドロの作品は、ロシアサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館。 ベルギーブリュッセルのベルギー王立美術館などに所蔵されている。2002年に放映されたアメリカ合衆国のテレビドラマザ・ソプラノ在住のマフィアシーズン4エピソード6ではカーメラ・ソプラノがリアドロ製の磁気人形を自慢した。カーメラはシーズン6エピソード16でこの磁気人形を夫のトニー・ソプラノに投げつけて壊した。2004から5年に放映されたアメリカ合衆国の テレビドラマ、ウィルグレースシーズン7エピソード12で、主人公ウィルの母親マリリンは、リアドロ製の、歯に噛んだ芸者の大井さんの磁気人形を大事にし、この人形には値段をつけられないとした。1997から98年に放映された、アメリカ合衆国のテレビドラマ、ザ・ナニーシーズン5エピソード5で、フランの父方のオバフレーダは出自を雇うかどうか熟慮、したが、大事にしている。 リアドロのコレクションに触れさせたくないと考えて雇わないことに決めた。この際にフレーダはブランド名をラルドと誤って発音し、そのことをフランの母親シルビアに指摘されたが、あなたはそれを正しく発音できる。でも私はそれを購入する経済的余裕があると切り返した。アメリカ合衆国のテレビドラマ、ビッグラブでロマン・グラントの妻の一人である。 アダリーンはかなりの量のリアドロのコレクションを持っていた。ありがとうございます。